界から跡形もなく消し去らん。見事なもんだ。何ですか冒頭のあれ。いやテクスト的に予想はしてたんだが本当にあんな感じになるんだな。手の込んだ自殺じゃないですか。いろんな効果が増えると検証しときたいこととかあるじゃん。エーテルに余裕がある時にやってくださいよ。まあそれはいいとして今回はどんなデッキ使うんですか。遭遇環境になってやレビショップだのロイヤルだの優遇されしリーダーが暴れてるが逆にほとんど見かけないクラスって何よ。ロイヤルが優遇されてるかは置いといて、そうですねー、ヴァンパイアとイッチは他に比べて生息数は少ないような。そう、前のパックで追加されたアディショナルカードのおかげで一瞬だけ環境にいたバンクと常に外役扱いされてた。一概ない。そんだけ目の前にいるおばさんが猛威を振るってるってことだ。おばさんではないと思うんですが。それはというわけで何か天候に勝てそうなスペルイッチ組んできたぜ。アバウトすぎるんだよな。何戦か回してみたけどドラビショ相手は有利に戦えたぞ。ネクロ知らない子ですね。お願いだからなかったことにするのやめてあげてよ。もはや絶滅危惧種って待ったなしまである。無難の負けだよ。今度真面目にネクロデッキ考えるか。それはそれとして対面はどうやらテントで確定。実験室2枚置くか禁止を出すかどうかだが、ここはとりあえず時限爆弾セットしておくぜ。起爆剤がないですけどね。このスタッツを見たら気軽にやしろですよね。知ってました。自分から縛りプレイしてるやつなんかガン無視安定なんだよな。し縛りプレイじゃねえよ。だってほら体に鎖みたいなの巻いてるじゃないですか。これはあれだよファッション、最近流行ってるやつ。あ疲れてるんですね。早めに風呂入って寝た方がいいですよ。大丈夫です、元気です。あ、さっきのターンは行動確定してたから先ドローとか気にしてないぞ。ドロスだけされたのは痛いですね。近畿2枚を解放とかしたかったんだけどさすがに無理か。スノホアが顔面に触ってこなかったあたりで、ね、家が進化パンチしてきそう。だったら次のターンのことも考えて動くべきか。幸い足を置いた分のテンポロスがまだ響いているので、一歩数回の解放でテンポは取り続けられます。ゴマな呪文じゃないんだからちゃんと名前で呼んであげて。精神統一の3ドロー出てくださいね。先を近畿の解放はそれだけで結構圧あるよな。晩年焼いたついでに6点飛ばせると考えたらやっぱこいつもワンドリ出身なんだなって。晩年2人の時に出せる近畿は安心感が違う。先行5ターン目のカリオストロ進化に合わせて出すのもグッド。その後 PP6 で解放しやすいあたりカリオストロの PP 回復いいですね。こいつは過去にアーサーフル全開とかアブロエルフの横並びをぶっ飛ばしてきたぜ。やはり出てきましたね。近畿を上から取れるやべえやつ。大進行祭りの始まりってか。だが遅いな。てか相手しこっち取ったらまずいんぜ。あ、こっちの手札見てなかったなこれは。まあ通常ドローでも効果は発動するわけで、確かに進化後フォロワーに目が行っちまう気持ちはよくわかるけどさ、思わぬタダ取りが決まったことだしこっちは復活やらせてもらう。打点を社に打ってもよかったかもしれませんが、ゴリ押しでなんとかなりそうだったから強気に押すぜ。社に親を殺された人たちは多分あっちを消すでしょうね。あ、こいつが面白い人だ。そんな覚え方してんの。だってさ、面白くね。盤面全処理された現実からも背けるのやめろ。うん、正直舐めてたわ。環境初日に撮影したやつなんだが絶対朝から嫌われるとこの時確信した。ただ天候って割と弱点もわかりやすいですよね。社破壊に弱いのは言わずもがな。一気に回復しないから案外ゴリ押しに弱かったり、いつぞやのワンドリバンプなんかよりよっぽど良心的と言える。あれはカードバトルですらないんや。前世紀暗き時代に月一気で完璧にメタってマスターになったが、ナースが来なかったらビショップのためで公開するか。ごめんなさい。とはいえ天候にはロイヤルが強いから実際ナーフはされないかもな。ミラーの時とかクッと不毛な争いしてるんでしょうね。個人的にはどんなデッキよりミラーマッチが嫌い。まさに運と先行芸の極み。先行取っても勝てないネクロバンク一致してるか。大丈夫大丈夫、アディショナルカードで復権するから。いつの話なんですかね。で盤面よく見たらこれワンチャン伝説の目撃者になるんじゃ。トップで引いた時案外いけるか出してみたが本当に決まりそう。飛び道具に返しのエバスタバ成功。スノホは進化を両方受け止める。ダビオ先輩マジイケメン。ジャンゴ君は進化スノホは倒さない素晴らしい攻撃力。なんか緊張してきたぞ。落ち着け、落ち着いて素数を数えながら逆立ちするんだ。いけんのか、やれんのか。うおーおー対応。いや、だって、それも案外決まること自体は珍しくないんですよね。たまたま条件に勝てやすい構築になるんだよな。月まで出ると。全国のアンチ戦後の皆さん、きっちり討伐しときましたよ。松岡ファイター君は取引な動きが可能。この進化で全部の条件を満たしたわけだが、通常真っ先に倒したいオズが生き残る可能性がこれで高くなるんだよな。オズが破壊されると手札ほとんど燃えて死にますが、それ以前に放置すると絶対負けるヤバいのが隣にいるからな。直前にインドブラスト使ってくれてなかったら終わってますけどね。ここから2点飛ばす手段はないからこれでこちらも守られた。そのムーブで好き放題されたイザベルはリタイアと申し訳ないな。
デッキはこんな感じ。コールチェーン持ってれば全然違う構築になってたんだがな。アルルはオズで減った手札を即座に補充できたら嬉しい要因。うまく決まるとオズからスペルでハンドとかしてイカループとか。普通に遊ぶ程度には勝てますが動きが相当難しいのでおすすめしないです。脳死じゃ絶対負けるから頭の体操したい人向けだな。中盤を支えるカリオストロ。強い。ワンキル狙える松岡くん。強い。言語能力が崩壊してますがな。ってわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。